加藤康史明は、江戸時代後期の大名。伊予国大須藩十三代藩主。には、十四したとうとうにトートー守る。後宮内官僚。生に一尺。後下三年、十一代藩主、加藤康史三の四、男として誕生。陽名を、蓮の神。源氏元年十一月二十六日、十二代藩主で、あった兄、対実の死去により、家督を継いだ。 剣約や家臣の治療削減を行って、財政再建や軍備増強に尽力し、慶応2年には休民の救済を行っている。尊王派として行動し、正午初会議では軍勢を率いて、御所の警備に当たった。蕎麦、伏見の戦いでは警備する摂津に忍び合え、長州藩兵を恩密に上陸させ、戊辰戦争では、武政隊による交付上警備や大打討伐など、 新政府側に組みして貢献した。明治天皇の東京行校では行校行,行列の前衛を務めた。八百六十九年六月に半赤奉還で半知事、八百七十一年七月の廃藩知見で面官となった。八百八十四年七月八日、死者を除赦した。1 9十一年十月、貴族院死者議員補欠選挙で当選し、 1918年7月まで在職した。大正時代に入り、明治天皇に仕えた山岡鉄州の後を継ぎ、大正天皇の侍重として仕えた。1926年、81歳で死去した。法法は、大義院殿、明道広子寺。墓所は、大須市西山根の総経院。ありがとうございます。